い、こんにちは、ピカですけどね、ブラックフライデーということで、皆さんからね、いろんな質問を受けてますね。ということで、今日はね、ブラックフライデー、ハンコンどれ買えばいいのっていうのにね、もうあらゆるハンコンをね、テストしてきている私がね、お答えしていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。まずはね、ブラックフライデー何が安くなってるかをチェックしていこう、ファナテック。これのね、ブラックフライデーのページですね。高い順に並べ替えられておりますが、確かに安い。DD2 が12万円。そして DD1 のクイックリリース2がついて、ハンドルがバンドルになっているのが13万3600円。なるほど。そして、クラブスポーツハンドルだね。2023限定モデルみたいな感じ。これがブラックフライデーだと5万4900円。高いね、ハンドルね。ハンドル高い。これはいらない。まあ、いるか、いらないか。まあ、いるか、いらないかって。まあ、これはね、まあ、そこまでのものが必要ではないかなとは思いますけどね。まあ、フォーミュラーハンドルがいるのかどうかっていうね。まずはね、最初は丸いハンドル大事なんですよ。丸いハンドルね。深淵か、この BMW の、このどっちかね。ファーテックの場合だと、まあ、いいと思いますよ。こんなものが安くなってる。そして、そうか、クラブスポーツ V3 ペダル。が38,500 円っていう安くなってるね。さらにペダルがこちらの CSL エリートペダルも 25,800 円か。なるほど。なるほど、なるほど。そしてシフターが 24,200 円。あ、これ俺買おう。シフターちょっとトラブルになってるから、ちょっとこれ買いますわ。これを後で買っておきますわ。ポチりますわ。はい。これがファナテック。そしてデイリーのね、ページ見ていこう。デイリーのページのブラックフライデーポチ特集。ブラックフライデー、え、ちょっと待って。ブラックフライデー特集はどこですか？ブラックフライデー、え、ブラックフライデー。最大 50% オフ。これどれになるんですか？ハンドルコントローラーからいこうか。うん、なるほど。モザの R5 か。R5 が安くなってるというところ。あとは、スラストマスター T248 か。うん、なるほど。これが安くなってる。ちょっと大きくしようか。大きくしようか。はい。そして G923 が 47,980 円。そして G923 のペダルとシフターがついてるね。シフターがついて 53,980 円。 T300RS が 57,900 円。なるほど。そして R9 が、これは安くなってないのか。あれ、これ安くなってないのか。これは安くなってない。なるほど。 R9V2 がはもうあれか、完売してんのか。12が、うん、12もいいよな。これいいんだよな。どれがいいのか。モザの、あ、16いいじゃん。 16V1 も10万円だったらいいじゃん。21、あ、これが15万。これはちょいと高いね。 TGT2 が売ってて、はい、なるほど。全品 10% オフなのか、ディーリーね、ほぼね、うん、なるほど。筐体が 15% オフってことか。ちょっと筐体見てみる？どれや、筐体の。あー、これか。これか。4万円オフ。いやー、いや、高えわ、高えわ、高えわ。いやいや、それ高えわ。それいらんわ。それいらんわ。これもプレイシート10、うわー、これも高え、高え。いや、高い。これいらん、これいらん。いや、こんな高いのいりませんわ。だったらこのプレイシート、これでいいわ。これね、私も使っておりますけどね、これ。このプレイシート。え、2万円。まあ、ちょっと今、3万3000件。まあ、そっか、3万4000円。高いね。いや、円安怖え。円安怖いわ。円安怖いね。そして、モザが、こんな感じ。R12、USD。R12 が8万円ぐらいか。R16 が、15万円ぐらい。21も、あ、同じ値段なのこれ。え、同じ値段になってるね。21と12が。じゃあ21だよね。こんな感じになってますね。はい。ということで、現状、ハンコン、みんな在庫がないんだね。なかなか在庫がないな。確かに。これ、どれ買っていいんだろうね。むしろ、売れ筋ないな。売れ筋がない。そうだね。まず決めなきゃいけないのは、グランツーリスモをやるかやらないか。で、グランツーリスモをやるパターンのハンコン選択としては、G92 か、スラストマスター T2448。これか、G923 か、T300RS。
でね、ここでメーカーごとでどれがいいかというとですね、 G29 よりは明らかに G923 の方がいいです。これもね、やり比べてもうまんまですね。1万円しか違わないんだったら迷わず G923 を買ってください。マジでこっちの方がいい。かといって G29 がダメなわけでもありません。全く使う分には問題がないけど、今買うんだったら G923 をロジテックだったら買ってください。じゃあスラストマスターのこの T248 か T300RS かっていうのであれば、まあ、1万4000円ぐらいの違いはあるけれども、これはね T300RS を買ってくださいっていうふうに言いますね。でこの T300RS と G923 だったらどっちがいいって言ったら、これもね明らかに T300RS が、明らかにではないけど、やっぱりねハンドルこれ外れるし、外れて変えられるんですよ。でやっぱ拡張性っていう意味で言ったら T300RS がいいと思いますね。ただまあ熱対策とかそういう安定性とかって言ったら、まあ G923 なんだけど、でも明らかにこうフィーリング的には、まあ、トルクのデカさとかいいね T300RS かなというふうに思いますね。こっちもね、なんとかオーディオっていうのがあって G923 ね、すごくリアルな設定ができるんですけど、やっぱり全体的なこう実写感みたいな、ね、ハンドルの大きさとかね、そういうのを含めると T300RS になるんで、まあこれだったら T300RS をこれ買いますね。この中だったらもう T300RS を買えばまあ間違いない、これはもうはっきり言えますね。でまあお金がないっていうこのね5万なんとか4万円7800円だったら出せますっていう人は、まあ、シフターなくてもいいんでこっちかなっていうね。でもねやっぱスラストマスターのこれ買っとくといいよ。スラストマスターのシフターはロジテックのシフターと違ってもっとしっかりしてるので、まあ値段も高いですけどね、それがいいかなと思いますね。この中だったら、この値段差だったらもう明らかに T300RS、 これおすすめです。でこの T300RS に対抗するのはまだね、プレイステーション対応のパターンね、はこちらのグランツーリスモ対応ファナテック DD プロ、これになるんですが、あれ5万7千じゃん、5万7千円 VS 9万円でしょ。9万円だけじゃない、さらにペダルとハンドルが必要なわけじゃん。ってなるとこちらのバンドル品でも10万円、そうか9万、まあそうか5ニュートンでもいいもんな、これでいいのかな、9万7200円じゃん。スラストマスター5万7900円、5万8000円に対して9万2900円じゃん。3万いくらの差を払いますかって話だよな。その価値があるのか。まあそうだよね、大人の人はこっちだね。まあなんだろうな、もう年齢で言っちゃうわ、 T300RS はもう学生さんとかはもうこれでいいと思いますよ。20歳まで。社会人になってたらファナテックっすよ。なぜかというと、社会人になってたらこの3万円ぐらいはちょっと我慢すれば買えるじゃん。しその後の拡張性ってことを考えたら、むしろこれを買っちゃう人は絶対ハマるので、後々絶対ファナテックを買っといた方がいいですね。でも学生さんはまあそこまでってならないから、まあ自分で稼いでファナテック買うまで T300RS 使っとけばいいじゃんっていうね、考え方はあると思いますね。なので社会人の人はブラックフライデー関係なくなってるけどね、まあ、プレイステーションをやるっていう場合はまあまあこれを買っときゃとりあえずいいかなという、9万円ね。でさらに欲を言えば、最初からこの単体の8ニュートンの DD プロに対して、このね、まあ、WRC の何でもいいんで丸いハンドル1個買って V3 ペダルがおすすめですね。 V3 ペダルね、ブラックフライデーで安くなっておりますんでね、こちら V3 ペダル3万8000円、高えな。いや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 、これはちょっと沼るよな。売り切れてるじゃん、売り切れてるじゃん。それにシフターですねっていうことになりますね。じゃあ PC でやる人ね、グランツーリスモとかやんねえよとね、もう PC でやるから、 PC でもうガチるからってなったら、まあ、いろんな選択が出てくるんですけど、ファナテックで PC やってる人には申し訳ないけど、あのね、プレイステーションに対応してなかったらファナテックあんま意味ねえなって気はしてるんですよ。ファナテックはおすすめしない理由は、ちょっとやっぱ設計が古い、この DD1 とか DD2 の設計が古いっていうのがあるし、 PC でやってると、まあ、フィーリングもそこまで良くないかなっていうイメージもありますよね。となるとですね、
最近広告主にはなっておりませんがね、やっぱモザいいなっていう風にねちょっと思っちゃうんだよね。でね、モザ何がいいかっていうとね、モザは R9 以上を買っていただきたいと思いますね。 R9 か12、まあこの値段差だったら、まあ、あ、まあどっちでもいいかな、まあ R9、12、これ買っとくとまあまあ満足ですよ、うん、PC でやってても。まあ R5 もいいんですけど、まあ、R5 と R912 あたりはやっぱ相当違うね。なんで R5 でモザを語ってほしくないっていう感じがするので、なので R9 以上のモザをおすすめします、私は。そして、まあ、R16 か21だったら値段一緒なんでねこれ値段一緒、これ合ってんのこれ分かんないけど、まあ21買ってください。21であればもう全く使っててね、フィーリングが悪いとかっていうことは全くございません。そういうことは起こらないので R21 をおすすめします。で R9 と R12 も、まあ、すごくいいので、でね、何がいいってね、ハンドルこう持ってて高スピードバックのレベルが上がってくるとそれ以上こう一定になっちゃうっていうね、フィーリング的にはねバネみたいになっちゃうんですよ、ボヨンボヨンって。でそれがねソフトによって結構顕著に現れるハンコンもいっぱいあるんですよね、うん、まあ、それもうまく設定してあげればいいんですけど、このモザのね新しいピットハウスになってからね、これがね上の方のトルク調整、トルクがピークに達しないようにフィルターがかけられるようになったんですよ。トルクカーブみたいなねの設定できるようになって、ピークを超えないようにするっていう設定がすごくきめ細かくリニアにできるっていうところがあって、それになってからねモザの低出力のものがすごく良くなりましたね。なのでやっぱりモザはねおすすめですね。モザはね下の方にねリンクがあると思うんで、そちらから購入していただければと思います。あとねステアリングホイールがすごく豊富にあるので、うん、そこがやっぱりいいですかね。特にいいのはねこれいいですね、フォーミュラホイールのここのディスプレイね。最近またねディスプレイの項目が増えたりとかしてどんどんねバージョンアップしてるんで、これめっちゃかっこいいよね。大人の人には R21 とこれの組み合わせはもう本当に定番でいいですね。あとこの丸ハンドル、これもめちゃめちゃいいですね。芯がしっかり出ててねくるくる回るこの辺の合成感とはもうやっぱモザすごい質感高いなっていうね感じはします。PC で言えばまあその辺かな。そういう意味で言って、まあ、ポディウム DD2 が安くなっていようが、ちょっとおすすめしないかなっていうところはありますよね、この辺は。あと DD1 もね、DD1 ね、私実は3台持ってるんですよね。DD1 3台持ってて、 PS4 対応版の DD1 をね3台持ってて、3台ともねフィーリングがめちゃめちゃ違うんだよね。個体差多くねっていうね、ちょっとなんかそれがねいいか悪いかは別として、どれもちょっと使用頻度とかの違いもあるんですけど、やっぱりちょっとフィーリングが違うのがあるなっていうので、ファナテックなんともこうレビューしてて不安になる時があってこれ大丈夫かなっていうねことはありますね。なのでまあちょっと設計古いんでね、新しいこうクラブスポーツ DD 出るじゃないですか、あれもう私オーダーしてるんで、それのデッキ次第っていうことなので、あえてここで古いのをね買う理由はないかなと思いますんで、この辺 DD1、DD2 を買うんであれば新しいクラブスポーツ DD をちょっと待ってですね、そのレビューを見ていただいてからですね買った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい。まあ、とは言ってもですね、先ほど言ったプレイステーション版で DD プロがおすすめっていうのはもう揺るぎないですね、まあ、値段差から言ってね。やっぱ DD プロはね、私もね最近ずっと DD プロでやってるんでね、 DD プロで XBOX もやってますんでね、ファナテックの場合ハンドルにこういうね XBOX のチップが入っていれば、これをつけると XBOX でもできちゃうんですよっていうね、まあ、ファナテックそこがいいかなと思いますね。なので、まあ、DD1、DD2 のシリーズだったらもう最近はですねDD プロでいいんじゃないかっていう風に思い始めてますね。そしてクラブスポーツ DD プラスもまだね日本で買えないんですが、これもまた多分絶対買いますんでね、この辺のレビューを見ていただいてからファナテックは買ってもいいんじゃないかななんて思いますね。ステアリングほとんどあんなうちにな、この辺もな。まとめますと、最初にね買うハンコンどれがいいって言ったら、まあ昔からねもう言ってます、 T300RS もうこれ一択なんじゃないかなって思ってます、この値段差だったらね。だからもう円安になってね、もう本当に状況が変わっちゃってね、もう安いハンコンが安くなくなっちゃってるんでね、この辺のハンコンが全部高くなっちゃってるんで、もうこの中だったらもう T300RS 買ってください。
それでいいと思います。ちょっと熱だれしますけどね、なんかいろんな工夫して頑張ってくださいっていうところがあります。はい、そして PC の場合だとモザをね買っていただいて、 R9 か R12、 このねステアリング頑張って買ってください。これね、これめちゃめちゃいいですよ。まあその前はこの RSV2 ステアリング丸いのを買っとけば1個ねいいんじゃないかと思います。そしてね、大人の人でプレイステーションこれから始めるぞっていう人、 DD プロでもう大体 OK なんでね、間違いないんで、それかもうクラブスポーツ DD プラスを待つか、どちらかと。これは待たなくても DD プロ問題ないと思うんでね、買っていただいてもいいんじゃないかと思いますが、まあブラックフライデーでね安くなってないんで、まあ今買う必要もないかなとは思いますけど、来月になってくるとね在庫もなくなってくるんでね、年末遊びたいっていう人はねもうすぐ買ってください。なくなっちゃいますよこれ本当にね。じゃあ今上がってないハンコンどうなんだって言われますけど、いろいろちょっとテストしたところによると、まあしてないのもあるんでね何とも言えないですけど、まあ有名どころは大体テストしておりますんでね、その中だとそれがいいんじゃないかなっていうね感じで、レビューしてないのはなんかまあレビューしてない理由があるんだなと思っていただければと思います。これもう忖度とかじゃなくて、ね、単純におすすめしないっていうねことでいいと思います。ということでね、またねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。